FCNT 株式会社は富士通グループにて携帯電話の開発、販売を行っていた企業である。現在もアローズやラクラク、スマートフォンといったブランドの製品を手掛けている。2021年4月に富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社から社名変更し富士通グループから独立した。2015年12月24日に富士通が pc 事業並びに携帯電話事業の分社化について公表した。2016年2月1日に富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社として発足する。2018年1月31日に富士通が富士通コネクテッドテクノロジーズの株式を日経投資ファンドのポラリスキャピタルグループに譲渡する旨を発表した。株式譲渡後、 富士通の保有株式は30%となる。同6月1日、FCNT ホールディングス株式会社が、富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社を、九州合併、富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社に、称号変更した。同10月1日には、子会社の富士通モバイルコミュニケーションズを統合した。2021年4月1日、旧英社名である、 富士通コネクテッドテクノロジーズリミテッドの略から FCNT 株式会社に社名変更。FCNT の子は旧社名時代も用いられていたが今後は正式な社名となる。ありがとうございます。